バレーボール日本代表として東京オリンピックに出場した清水邦広選手が、9月3日に SNS を更新。同日に第一子女児が生まれたことを報告しています。おめでとうございます。清水さんは病室と思われる場所で、生まれたばかりの我が子を抱きかかえた笑顔ショットを公開。3000g の女児が誕生したことを明かし、母子ともに現在健康だとしています。妻が頑張ってくれました。感謝でいっぱいです。と妻へのありがたさを綴りつつ、自分が親になるなんて想像ができなかっただけに不思議な気持ち、と、親になって間もない自身について率直にコメント、不器用なりに一生懸命頑張ろうと思います。保育児への意気込みを新たにしつつ、娘に嫌われないように頑張ろう、とパパとしての気になる思いも語っていました。確かにそれが怖い。清水さんは2014年12月25日、歌手の中島美嘉さんと結婚。中島さんが清水さんの試合に駆けつける姿が見られたものの、東京と大阪でのそれぞれの生活が多く家族としての時間を作ることが難しかった、という夫婦間のすれ違いを主な理由とし、2018年2月2日に離婚届を提出。2022年1月には、かねてお付き合いしてきた女性との再婚を発表し、お互いに自分にないものを持っている二人ですので、支え合いながら笑顔の絶えない明るい家庭を築いていきます、と二人の未来について伝えていました。